宮崎敏郎は佐賀県唐津市出身のプロ野球選手、宇藤右内。横浜 DNA ベイスターズ所属。2013年8月3日、横浜スタジアム佐賀県立旧浦木高等学校への在学中には、1年生の春から投手でベンチ登録。2年生の夏から4番投手を務めるとともに、公式戦で通算24本塁打を放ったが、 春夏秋を通じて全国大会と縁がなかった。日本文理大学への進学後には1年生の秋から三塁シュのレギュラーに定着。九州大学野球のリーグ戦では2度の首位打者、3度の MVP、ベストナインを獲得した。また2年生から2年続けて全日本大学野球選手権に出場。3年生の時には5番打者として チームのベスト8進出に貢献した。4年生の時には首相も務めている。就職活動で10社以上の企業から採用を見送られたが、大学卒業後はセガサミーへ入社。同社の公式野球部では打線で1番や3番を任され、2年目にはチーム事情から2類を守った。東京第三代表として出場した第83回都市対抗野球大会では、 初戦の日本通運戦の8回裏に逆転満塁本塁打を放った。チームに3年振りの勝利をもたらし、勝負強さを印象付けた。2012年の NPB ドラフト会議で、横浜 DNA ベイスターズから6巡目で指名。契約金3500万円、年俸850万円という条件で入団した。背番号は51。セガサミーのチームメイトである。 赤堀大地も横浜 DNA からの4巡目指名を経て入団した。2013年は春季キャンプ中に左外副車筋の肉離れを起こした影響で開幕一軍入りを逃した。しかしイースタンリーグでは公式戦の開幕直後からクリーンアップに定着。4月中旬の公式戦で3試合連続本塁打を記録した。5月19日に プロイリアと初の出場選手登録を果たすと、5月20日の対オリックスバファローズ戦8回表に代走として、一軍公式戦にデビュー。6月2日の北海道日本ハームファイターズ戦では、6番三塁手として一軍で初めて先発出場した。第1打席で2点的自打を放ち、1軍での初安打と初打点を記録。8回裏の第打席では、 この年のセントラルリーグの新人選手では、最も早く1軍での初本塁打を放った。シーズン通算では、1軍公式戦33試合の出場で、2本塁打、5打点、打率、250を記録。3塁手として11試合、4試合で2塁手として4試合に、先発出場した。また、61試合に出場した、イースタンリーグの公式戦では、 7本塁打を放った。2014年は、シーズン初の出場選手登録2日後の4月26日に、二塁手として、阪神タイガーアース戦に出場。9回表無視一塁で、大和の投げ前ギダに対して一塁のベースカバーへ、入った際、ギダを補給した山口俊が二塁に送球すると思い込んで目を逸らし、山口から一塁への送球を取れなかった。 このプレーで一軍初失策を記録すると、一軍監督、中畑清から、野球の世界にないボーンヘッドと告評され、出場選手登録からわずか二日で登録を抹消。オリックス・バファローズから移籍したアーロム・バルディリスや、シーズン途中に入団したユリエス・キグリエルが、いずれも内野のレギュラーに定着し、他の日本人内野手が一軍で対頭したこともあって、 一軍公式戦への出場は5試合にとどまった。2015年はシーズン中盤以後、石川祐陽に代わって主に二塁手として一軍公式戦のスタメンに起用される機会が増えた。7月20日の対東京ヤクルトスワローズ戦では3番二塁手としてスタメンに起用されると9月10日のドカードではトニー・バーネットからソロ本塁打を放った。 宮崎がこの年に一軍公式戦で放った本塁打もバーネットが公式戦で浴びた本塁打もこの一打のみであった一軍公式戦通算では58試合の出場で打率289を記録二塁手として35試合一塁手として3試合三塁手として1試合でスタメンに起用された2016年には レギュラーシーズンの開幕当初から生二類種の座を石川と争い、セパ交流戦からスタメン起用の機会が増加。6月14日の対日本ハム戦からは、主に5番打者を任され、8月上旬には一時7番打者としてスタメンに起用された。一軍公式戦では、レギュラーシーズンにおけるセントラルリーグの規定打席に届かなかったものの、101試合の出場で打率。 291、11本塁打、36打点と、プロ入り後自己最高の成績を記録。36試合で5番打者、24試合で3番打者を、務めるなど、打線の中軸を担い、チームを、球団史上初めてのクライマックスシリーズ進出に、導いた。守備面では、2塁手として36試合、3塁手として27試合、1塁手として20試合で、 スタメンに起用された。チームのレギュラーシーズン3位で迎えた、ポストシーズンでは振るわず、クライマックスシリーズファイナルステージでの敗退が決まった、直後には、監督のアレックス・ラミレスが、シーズン終了記者会見で、筒子・吉友との勝負を余儀なくされるほどの打者を5番に、据える必要があるというコメントを残した。2017年には、一軍公式戦の開幕から5番打者として、 打率3割を記録していたが、4月中旬に脇腹を痛めて一時戦線を離脱した。5月3日の対巨人戦から一軍に復帰すると、6月11日の対埼玉西武ライオンズ戦で規定打席に到達し、打率でセリーグの2位に急浮上。6月15日の対千葉ロッテマリームズ戦で、唐川優己から一軍公式戦初の満塁本塁だ。 7月5日の大阪新戦で1、軍公式戦初の1試合の安打を記録するなどの活躍を背景に、オールスターゲームにもセリーグの監督推薦選手として初出場を果たした。8月22日の対広島戦では、3点ビハインドで迎えた9回裏虫1塁から3番打者の筒賀による2点本塁打、4番打者のホセロペスによる同点ソロ本塁打に続いて、 ソロ本塁打を記録。2年連続の1軍公式戦における2桁本塁打を達成し、チームをさよなら勝利、8回表からの登板で2イニングを無失点に抑えていた新人の尾中正樹を1、軍公式戦初勝利へ導いた。DNA で3人以上の打者が1軍公式戦で、連続本塁打を放った事例は12年ぶり10度目だが、 NPB のチームが3者連続本塁打によって逆転サヨナラ勝利を収めた事例はパシフィックリーグを含めても1軍公式戦史上初だった。9月6日のタイヤクルト戦でも延長11回裏に先頭打者として松岡健一からサヨナラ本塁打を放っている。シーズンの中盤から打率でセリーグの首位に立つと最終打率323で 首位打者のタイトルを初めて獲得した。首位打者盗塁ゼロは2001年の福浦和也、2012年の安倍晋之助に続いて、史上3人目、一軍公式戦で一度も盗塁を記録しないまま、首位打者を獲得した選手は宮崎が初めてという珍記録であった。チームの2年連続レギュラーシーズン3位で臨んだ。CS では阪神とのファーストステージ突破を経て、 広島とのファイナルステージ前5試合で打率368に本塁打を記録チームを19年ぶりの日本シリーズ進出へ導いた福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでも全6試合で打率400に本塁打と好調を維持したがチームは2勝4敗で敗退したシリーズの終了後にはセリーグの三塁手部門でベストナインを受賞した 2018年には、レギュラーシーズンの開幕戦から、主に5番、三塁手として活躍。オールスターゲームでは、前年に続いて、セリーグの三塁手部門ファン投票を1位で出場すると、第2戦で、同ゲーム初安打を、菊池岳生からの本塁打で記録した。8月17日の対広島戦では、3点ビハインドで、迎えた8回裏に、4番打者。 つつがの満塁本塁打に続いて、ソロ本塁打。6番打者の2二人外もソロ本塁打を放ったため、横浜スタジアムでの同カードにおける三者、連続本塁打記録に2年連続で名を連ねた。一軍公式戦全体では、全143試合中1試合に欠場しただけで、チームトップの打率。318、自己最多の71打点、自己最多にして、 チーム3位の28本塁打という高記録を記録。前年からのベストナインに加えてゴールデングラブ賞もセリーグの3塁手部門で初めて獲得した。シーズン終了後の契約公開では前年から倍増の年俸を球団から提示され1億円プレイヤーの仲間入りを果たした。2019年にはレギュラーシーズンの開幕から打撃が振るわず4月終了の 自点で打率、165、得点圏打率、048、4打点と低迷。それでも、ラミレスの方針で、肖像類種としての起用が続いたところ、5月には、月間打率、367、5本類打を放つほどにまで復調した。以降も、打線の中軸を担っていたが、8月7日の対、広島戦6回表の打席でファウルを放った際に、 左手を痛め、翌8日付で、出場選手登録を抹消。同月9日に、左手の誘張骨を摘出する手術を受けた。手術の当初はシーズン中の実戦復帰が困難と見られていたが、9月12日の退巨人戦から1、軍に復帰した。復帰後は11試合の出場で打率。308、日本塁打を記録するほど好調で、チームのレギュラーシーズン2確定や、 本拠地、横浜スタジアムでの CS 初開催に貢献した。阪神との CS ファーストステージでも好調を維持。CS 史上9人目の2試合連続猛打賞や、CS 最多記録である通算5度目の猛打賞を達成し、チームトップの打率、538を記録した。一軍公式114試合に出場した、レギュラーシーズンでは、 序盤の不振や夏場の戦線離脱もあったが、リーグの規定打席へ到達。3年連続の打率3割達成はならなかったものの、打率284、15本類が49打点と奮闘した。チームも CS で敗退したが、シリーズ終了後の12月4日に、推定年俸1億6000万円という条件で契約を公開。 打席では左足を上げてからのフルスイングで右方向を中心に広い角度にわたって長打力を発揮。セガサミー時代の2年間に3番を任されたのも放っておけばずっと打撃練習に加えてスイングが速く我慢できる分だけ投球を捉える能力が高かったからという。またバットを投手側に傾けるようにしながらタイミングを取る独特の打撃フォームは 小学生の時から変わらないという宮崎のオリジナルフォームである。守備面は、範囲は、決して広くはないが、手堅いゴロ補給、安定した、送球能力を持っている。大柄な体格と風貌から、浜のプーさんと呼ばれている。なお、子供の頃は、髪の量が多かったことから、ウニと呼ばれていたという。また、チームメイトのジゴトタケトシには、その鮮やかな当たりが、 落合博光を思わせるということで、小さい落合の意味で、こちあいというニックネームを付けられている。前年までと比べ、101試合と大幅に出場試合数を増やして、飛躍のシーズンになった2016年は、夏に行われたインタビューにて、毎日毎日、必死でやっています。全力でやっているので、そういうところを見てもらえたら、試合に出してもらえるんだったら、どこでもいい。 どこでも守りますし、どこの打順でも打たせてもらえるんだったら、そこで結果を出したいと思いますと述べている。同郷で同性のセガサミーの先輩である、宮崎祐希とは、親交があり、毎年自主トレを共に行っていた。2019年に、祐希が、オリックスから戦力外通告を受けた際には、12、球団トライアウトに向け、伊藤光らと共に祐希の練習を手伝った。 夏場が苦手なことを辞任。2017年以降の夏場には、温度一桁台の氷風呂と常温の風呂へ、交互に入ることを、球場や自宅での日課に取り入れている。ありがとうございます。